皆さんこんにちは。リンゴがとっても大好きな毒蛇が青森県弘前市からお届けする旬のリンゴ情報、弘前リンゴ日記 YouTube 版。今回は番外編として八戸で白神を食べたレポートをお届けしたいと思います。はい、こちら白神というリンゴね、初めて聞いた、初めて買って食べてみたんですけれども、見てください、見るからにめちゃめちゃ完熟している。特にこのお尻から見た時めっちゃ黄色いですよね。この赤い下地がね、黄色く完熟している感じがあって、袋を開けたらすっごいいい匂いがしてですね、いつも撮影する前にリンゴをちゃんと洗って拭いてから撮ってるんですが、あまりにも美味しそうな見た目と匂いでですね、洗わずに撮影しちゃいました。忘れて食べたいという一心で、はい、でも切ってみたら予想通り蜜がたっぷり入っていて、ジューシーで、まあ本当に食べてみたらね、お味の方もめっちゃ美味しかったです。うめえうめえと言ってね、もうすっごいもりもり食べてしまいましたね。はい、結構甘さも酸味もちゃんとあって、身も固めで、そうですね、まあ、富士のちょっと味がしっかりめ版っていうんですかね。富士ってまあ本当に王道中の王道で、食べやすくて美味しいリンゴじゃないですか。ちょっと甘さも酸味も富士より強めな感じですかね。はい、まあしかしリンゴの品種もさ、ね、さることながら、この完熟した状態でリンゴを食べるっていうのがやっぱり美味しさの秘訣っていうのもあるんでしょうね。皆さんも完熟したリンゴを楽しみたいときは、こういうね、お尻が黄色くなっているリンゴがおすすめでございます。道の駅なんかで見つけたらぜひ買って食べてみてください。今回は白神をお届けいたしました。めっちゃ美味しかったです。ではまた。